スサーナ・ディナルディはアルゼンチンの歌手、女優。主に単語を歌う。スサーナ・ディナルディはアルゼンチンブエノスアイレス生まれ。1949年より8年間アルゼンチン国立高等音楽院で学び、1955年より演劇芸術学校で2年間学ぶ。1957年にテレビでデビューし、2年後には劇場でメジャーデビュー。 1966年に独立レーベルであるマドリガルから初めてのアルバムを制作し単語を録音開始。その後はテレビ、映画や演劇にも出演しているが女優としてというより単語歌手としてのキャリアが成功した。バンドネオン奏者のオズバルド・ピーロと結婚、夫と共に1971年にマルデル・プラタにカフェスタイルのコンサートクラブを開業。 1976年にアルゼンチンが軍事独裁政権が誕生した際、パリに移住し、国際単語界の重要な名声の一つになっている。また、ユネスコ親善大使に就任し、児童保護、人権救済、芸術家の権利保護を訴えている。ありがとうございます。